イスマー・イール一世は、第五代のナスル朝グラナダ王国の君主である。ムハンマド二世の娘のファーティマの息子であった、イスマー・イール一世は、母系から統治者の地位を継承した数少ない、ナスル朝の人物の一人であり、イスマー・イール一世の王党は現代では、ア・イコールダウ・イスマー・イー・リーヤ・アンナスリーヤとして、知られている。イスマー・イールの母方のおじにあたるナスルの知性中に、 マラガの総督を務めていた父親のアブーサイード・ファラジュがイスマー・イールを擁立して1311年に反乱を起こした。最終的に反乱軍は不人気であったナスルを大意に追い込み、イスマー・イールは1314年2月にするターンの地位を宣言した。その後は知性の初期をグアディクスの拠点からするターンの地位の奪回を試みたナスルとの戦いの中で過ごした。 ナスルは追放された当初、総督としてグアディクスの統治を認められていたが、一方でカスティーラ王国とアラゴン王国に支援を求め、両国はローマ教皇からナスル朝に対する十字軍の承認を確保した。戦争は断続的な停戦を挟みながら続き、戦いは1319年6月25日に起こったベガデグラナダの戦いで最高潮に達した。 この戦いでは、ウスマン・ブンアビー・アルイコールウラーが率いるナスル朝軍がカスティーリャ軍を圧倒し、ナスル朝が完全な勝利を収めた。幼少のアルフォンソ11世の摂政であったペドロ・デ・カスティーリャとフアン・デ・カスティーリャが戦いの最中に死亡したことでカスティーリャは主導者不在となり、ナスルへの支援を停止せざるを得なくなった。その後、1322年に、 ナスルが死去したことで領土の統一を果たしたイスマー・イールは1324年から1325年にかけてバサ、オルセ、ウエスカル、ガレラ、及びマルトスを含むカスティーリアとの国境付近に位置する複数の城を占領して勝利を収めた。この時の軍事行動の出来事にはイベリア半島における工場戦での初めての大砲の使用と イスラーム教徒の年代記において、悪名高いマルトスへの攻撃時の残虐行為が含まれている。一方、建築事業では、アルハンブラ宮殿の複合施設と、その一部であるヘネラリフェ、さらにアルカサルヘニルに、新たな建造物を加えた。イスマーイールは1325年7月8日に、私的な理由から、親族のムハンマドブンイスマーイールによって暗殺され、10歳の 息子のムハンマド4世が後継者となった。現代の歴史家はイスマー・イール1世を治世中の軍事的勝利によって国家の地位を向上させた有能な統治者として位置づけている。イスマー・イール1世までの初期のナスル朝の経図。枠内の人物が歴代のスルターン。イスマー・イール1世として知られるアブルワリード・イスマー・イールブンファラジは ファーティマ・ビンとあるイコールアフマルとアブーサイード・ファラジュ、ブン・イスマー・イールの息子ある。イスマー・イールの母のファーティマは、ムハンマド二世の娘であり、同じく、ムハンマド二世の息子で、後継者であった、ムハンマド三世とナスルの兄弟である。イスマー・イールの父のアブーサイードは、王朝の創設者である、ムハンマド一世の兄弟のイスマー・イールブン・ナスルの息子であり、王族の一員でもあった。 このため、イスマー・イールは、父親と母親の両方の系統から、ナスル朝の統治者と血縁があった。母親を通しては、ムハンマド2世の孫であり、ムハンマド1世の彦あったが、父親を通しては、ムハンマド1世の王いであった。アブー・サイードは、ムハンマド2世の治世中にファーティマと結婚した。そしてムハンマド2世にとっては信頼できる、相談相手であり、いとこでもあった。 また、アブーサイードは、ムハンマド2世によって、マラガの総督に任命された。マラガは、首都のグラナダに次ぐナスル町における2番目に、大きな都市であり、最も重要な地中海に面する港湾都市であった。歴史家のレオナード・パトリック・ハーベイは、もし、マラガを保有していなければ、グラナダは孤立した、山岳地帯の都市に過ぎなかったと指摘している。 アブーサイードの父のイスマー・イールブン・ナスルも1257年に死去するまでマラガの総督を務めていた。ナスル朝は1230年代にムハンマド一世によって建国されたイベリア半島で最後のイスラーム国家であった。外交と軍事的な戦略を組み合わせることによって王朝は北のカスティーラ王国とモロッコのイスラーム王朝である。 マリン町という二つの大きな隣国に挟まれて、いにもかかわらず、独立を維持することに成功した。ナスル朝はいずれかの勢力に支配されることを避けるために、両者と断続的に同盟関係を結ぶか、時には武力に訴え、さもなければ両者が互いに戦うように仕向けた。ナスル朝のスルタンは時折カスティーリアにおいて、重要な収入源となっていた、高納金を支払ったが、これは、 ナスル朝にとっては重い負担であった。また、カスティーリアの視点では、ナスル朝の君主は国王の進家であったが、イスラーム教徒は資料の中で決してそのような関係にあるとは説明しなかった。実際には、ムハンマド一世は時と場合に応じて、他の異なるイスラーム教徒の君主に対しても、忠誠を宣言していた。ナスル朝の各都市を表した地図、緑色が、 ナスル朝の領域。イスマー・イールは1279年2月11日に、父親のアブー・サイードがマラガイ総督として派遣された直後の1279年3月3日に誕生した。母親のファーティマは、アブー・サイードの出発時には妊娠後期であったため、おそらくイスマー・イールはグラナダの王宮複合施設であるアルハンブラ宮殿で生まれたと考えられている。 一方で、マラガに対するナセル朝の支配は、アシュキールーラ家による長期に及んだ反乱の後に奪還されたばかりであったため、依然として不安定な状態にあった。イスマー・イールとファーティマは、その後マラガに移り、そこで、父親は、ムハンマド2世とムハンマド3世の下で有能な、統治者であるとともに信頼できる助言者として仕えた。イスマー・イールには、 ムハンマドという名前の弟がいたが、ムハンマドが生まれた日付は不明である。イスマー・イールは若い頃、父親と母方の祖父である、ムハンマド2世の長愛を受けていたと伝えられている。電気作家たちはイスマー・イールについて、狩猟を愛し、長いクラーカイロウの髭を生やした人物であったと説明している。イスマー・イールの母方の叔父であるスルタン・のナスルは、その知性の最後の数年間に、 宮廷での評判を落とした。当時と近い時代に生きた歴史家のイブンハルドゥーンはナスルとそのワズイールの暴力と不正への系統によるものであったと記しているがハーベーはこの説明をプロパガンダであるとして否定しナスルが打倒された正確な理由は不明であるとしている。歴史家のアントニオ・フェルナンデス・プエルタスはナスルの不人気の理由を 周囲の貴族たちから同行しているとみなされた科学、とりわけ天文学に関する活動と結びつけている。さらに、ナスルは、キリスト教徒の母親による教育とカスティーリを、フェルナンド四世との良好な関係のために、過度に、親、キリスト教徒派なのではないかと疑われていた。また、ナスルのワズイールである、イブンアルイコールハッチもスルターンに対してあまりにも、 強い影響力を持っていると考えられていたために人気がなかった。両者はしばしばカスティーリアの様式の衣装をしていたことでより印象を悪くしていた。ハーベイは同様にナスルの治世中に起こったマリーン朝とキリスト教国であるカスティーリア王国とアラゴン王国に対する戦争でナスル朝が喫した敗北についてナスルがおそらく不当に非難されたと述べている。 ナスルは、治世の初期の1310年11月に、廃位された先代のスルターンである、ムハンマド三世を福井させようとしたクーデターに、直面した。クーデターの試みは、失敗に終わったものの、宮廷で出会った反ナスル派に促されたアブーサイードが、母親の血統によって、スルターンの地位への強い権利を有していた息子のイスマーイール擁立して、翌年に別の反乱を起こした。 アントニオ・フェルナンデスによれば、アブー・サイードの決断は、クーデターが失敗した後に、ナスルの命令で、ムハンマド三世が歴史させられたことが、動機の一つとなっていた。しかし、この暗殺がいつ起こったのかについては異なる説明が、存在する。十四世紀のナスル朝の歴史家である、イブナル・ハティーブは、三百十一年二月中旬、三百十二年の二月から三月の、 間、1312年2月12日、および1314年1月21日の4つの日付を挙げているが、歴史家のフランシスコ・ビダル・カストロは、反乱が起こってからかなり後の最後の日付に暗殺が実行されたとしている。アブー・サイードが率いるイスマー・イール氏持派の反乱軍は、アンテケーラ、マルベーリャ、ベレス・マラガを奪い、ベガデグラナダへ進軍した。 そしてアラビア語の資料において、アルイコールアトシャと呼ばれる場所で、ナスルの軍隊を打ち破った。アブーサイードは、グラナダへの包囲を開始したが、長引く、軍事行動を支えるだけの物資が不足していた。1312年5月28日にはフェルナンド4世の、弟でインファンテのペドロデカスティーリャが率いる、カスティーリャ軍が、アブーサイードとイスマーイールを破った。アブーサイードは、 講和を求め、アブーサイードが、マラガの総督の地位を保持し、スルターンへの納税を再開する条件の下で8月5日に和平が成立した。1314年に、イスマー・イールがグラナダに入場した際に通過した、エルビラモン。スルターンの報復を恐れたアブーサイードは、自身のカーティブである、イブン・イーサーを、秘密裏の取引の交渉のために、マリーン・アサへ派遣した。 そして交渉の結果、アブーサイードは北アフリカのサレの総督の地位と引き換えにマラガをマリーンアサへ譲り渡すことになった。しかし、交渉の存在はマラガの人々に知られるところとなり、この取引は配信行為であるとみなされた。市民は放棄し、イスマー・イールを指導者として支持して、アブーサイードを権力の座から引きずり下ろした。 イスマー・イールは父親を拘束しなかったが、マラガで監視下に置いた。そしてアブー・サイードはイスマー・イールが市街を訪れている、間に逃亡を試みた疑いをかけられ、マラガの市民に捕らえられた。イスマー・イールは父親が危害を加えられる前に到着し、カルタマの城への投獄を命じた。後に、アブー・サイードは、イスマー・イールの帰省中にサロブレーニャの城に移され、 そこで1320年に死去した。スルタンのナスルへの反発はその後も続き、ハンナスル派の人々は、グラナダの宮廷から、マラガのイスマー・イールの拠点に逃れた。そしてほどなくしてイスマー・イールは、母親のファーティマとマラガを守るアルブザーと、アルムジャー・ヒディンの司令官であるウスマーン、ブンアビーアルイコール・ラーの助けを借りて、反乱を再開した。 イスマー・イールがグラナダへ進軍を続けるにつれて、軍隊の規模は膨れ上がり、首都の住民は、イスマー・イールのために縄文を開いた。イスマー・イールは、エルビナ門からグラナダに入り、ナスルが泊まっていた、アルハンブラ宮殿を包囲した。ナスルはフェルナンド4世の首都幼少のアルフォンソ11世の、即位後に、カスティーリアの摂政の一人となっていた、ペドロデ・カスティーリアに助けを求めようとしたが、 カスティーリアの支援は間に合わなかった。その一方で、イスマー・イールは、アルバイシンの古い城塞に拠点を構えた。フランシスコ・ビダルによれば、イスマー・イールは1314年2月14日に、自らを、スルターンと宣言した。その後、イスマー・イールとナスルはナスルがスルターンの地位を放棄して、アルハンブラ宮殿をイスマー・イールに明け渡すことで、合意に達した。 イスマー・イールは2月16日にアルハンブラ宮殿に入り、イスマー・イールの即位式は2月28日にアルハンブラ宮殿で執り行われた。ナスルは2月19日の夜に東部の都市であるグアディクスに向けて出発することが認められ、そこで総督として統治した。一方、イスラーム百科事典のナスル庁の項目では、ナスルはグアディクスへ2月8日に出発したと説明している。 現代のグアディクス・イスマー・イールは、知性の最初の数年間を、自身をグアディクスの王と称し、独立して、都市を支配したナスルとの対立の中で過ごした。ナスルは、身の安全の保障をイスマー・イールが侵害したとして、避難し、君主の地位を取り戻すために、親族や自身に仕える人々からの支援を求めた。北アフリカから追放された王子であるアブドゥルハックン。 ウスマーンとハンムー・ブン・アブドゥル・ハックがナスルを支持し、両者はナスルに従ってグアデックスへ向かった。一方でイスマー・イールはナスルを支持するカスティーリャの介入を見越して国境地帯に警戒態勢を敷いた。さらに、ウスマーン・ブン・アビー・アルイコールウラーをアルグザーとアルムジャーヒリーンの司令官としての地位に加えて、 純度の西部地域の司令官に任命し、カスティーリアの脅威への対応を委ねた。イスマー・イールは1315年5月から45日間にわたってグアディクスを包囲したが、包囲作戦は失敗に終わった。一方で、ナスルはカスティーリアとアラゴンに支援を求めた。アラゴン王ジャウマ二世は何んだ具体的な支援を約束しなかったが、ペドロデカスティーリアは1316年の春に、 カスティーリアの貴族を招集し、ナスル朝に対する軍事行動に向けた支援体制を確保した。カスティーリアは再び包囲を受けたグアディクスに支援部隊を派遣したものの、ウスマンブンアビーン文和 BR イコールウラーが率いるナスル朝軍によって迎撃され、5月8日にアリ君に近いグアダオルトナで大規模な戦闘に発展した。同時代のイスラーム教徒とキリスト教徒の資料はこの 戦いの勝者について意見をことにしているが、現代の歴史家はカスティーリアが戦いに勝利したと結論付けている。ハーベイとアントニオ・フェルナンデスはカスティーリア軍が戦いの後にさらにグラナダへ接近したという事実に基づきカスティーリア側がロージュて勝利を収めたと推測している。一方、歴史家のジョゼフ・エフ・オキャラハンは1500人の イスラーム教徒が死亡するという結果に終わったカスティーリャ側の完全な勝利であったと述べている。イスマー・イールはグアディクスへの包囲を解きグラナダへ撤退することを余儀なくされた。翌月にはペドロ・デ・カスティーリャがカンビル、アル・アマル、ベナクシクサルを含むいくつかの城を占領しイスナ・ジョスの郊外を焼き払った。その一方でイスマー・イールはセウタを統治する。 アザフィー家のヤフヤー・ブンアビー・ターリブと同盟を結び、ヤフヤーは海戦でカスティーリア軍を破り、その後ジブラルタルを包囲した。しかし、カスティーリアが救援部隊を派遣したことで、包囲作戦は放棄された。1316年の夏の後半にスマー・アイールとペドロ・デ・カスティーリアは1317年3月31日までの停戦に合意した。 ペドロデカスティーリャは1317年に再びナスル町へ進行し、7月に平原地帯の農村部から略奪した後にベルメスを占領した。その後、イスマー・イールは再度の停戦と引き換えにカスティーリャへ行納することで同意した。1318年の春には戦争が再開し、9月までにイスマー・イールとペドロデカスティーリャは再び停戦に合意した。 しかしながら、一方で、カスティーリアとアラゴンは1317年に、ローマ教皇ヨハネス22世から十字軍の教皇直承を確保していた。さらに、ヨハネス22世は、戦争を支援するために教会によって調整された資金の使用を許可していた。このため、イスマー・イールは、さらなる攻撃が差し迫っていると予測した。 イスマー・イールは、マリーン朝のスルターンであるアブーサイード・ウスマーン2世に、支援を求めた。これに対して、ウスマーン2世は、以前に、マリーン朝の君主の地位の獲得を企てたウスマーン、文アビーアルイコール・ラーを引き渡すように、イスマー・イールへ要求した。しかし、イスマー・イールはこの条件の受け入れを拒否した。1360年時点のイベリア半島の勢力図。 南部の茶色の部分がナスル朝。ペドロデカスティーリャは、さらなる進攻に向けた準備を開始し、強行直所の存在を理由に訂正を破棄して、ナスル朝からの効能を停止せざるを得ないと、イスマー・イールに通告した。イスマー・イールはこれを配信行為であるとして非難した。この時点では、おそらく、ペドロデカスティーリャの意図は、ナスルの地位の回復にはなく、 むしろナスル朝の完全な征服にあった。そしてペドロデカスティーリャは次のように宣言した。たとえ神が私に力を与えたとしても、もし数年以内に、グラナダの国をヒスパニアの王による支配のもとに取り戻せないようであれば、私はドン・サンチョの息子ではなくなってしまうだろう。ペドロデカスティーリャは1319年5月にナスル朝の領土へ侵攻し、 同月26日にティスカルを占領した。軍隊には共同の摂政であるインファンテのフアンデカスティーリャも加わり、両者は6月中旬にグラナダに向けて進軍した。そして6月23日にグラナダの近くに到着し、翌日にはペドロデカスティーリャがグラナダの城門付近に野営地を築こうとした。しかし、フアンデカスティーリャをはじめとする軍内で、 反対意見が出たために25日には撤退を始めた。同じ日に、ウスマン・ブンアビー・アルイコール・ラーが率いるイスマー・イールの軍隊がフアン・デ・カスティーリャに率いられた撤退中の後衛部隊を攻撃して反撃を開始した。ペドロ・デ・カスティーリャは、ウスマンの5000人の騎兵に対して9000人の騎兵とより多くの不評の部隊を投入することで対抗した。 その後に続いて起こった、ベガデグラナダの戦いは、イスラーム教徒の完全な勝利に終わった。ペドロデカスティーリャは部隊を先導しようとしていた、最中に襲撃されて、打撃を受けたか、ナスル長軍の騎兵に自ら突撃した際にもみ合いとなったことで落馬し、その後すぐに死亡した。フワンデカスティーリャは、ペドロデカスティーリャの死の知らせを聞いた後に部隊を立て直そうとしたが、突然、 死んでも生きてもいない、行動不能な状態に陥り、その後、夜の間に死亡した。ペドロデカスティーリアの死とフアン・デ・カスティーリアが行動能力を喪失したことで、軍隊は混乱に陥り、残りのカスティーリア軍の指揮官たちは無秩序に撤退を始めた。しかし、カスティーリア軍が戦闘の体制を整えようとしていると考えていたナスル長軍はカスティーリアの陣営を攻撃して、 多くのカスティーリア人を捕らえるか殺害し、野営地を略奪した。ナスル朝とカスティーリアの双方の作家は、この結果を神の審判によるものとみなし、イブンハルドゥーンはこれを、真の信仰を支持する神の介入の中でも最も、驚くべきものの一つと強調している。ヘネラリフェの宮殿に刻まれたイスマーイールを称えるし、ベガデグラナダの戦いでのカスティーリアの二人の殺傷の、 首とその軍隊の完全な敗北によって、イスマー・イールの君主の地位に対するカスティーリアの脅威は、事実上消滅した。カスティーリアの宮廷が混乱した状況にあったために、国境地帯の都市の地域連合である、エルマンダード・ヘネラル・デ・アンダルシアが、ナスル朝との交渉に動いた。1320年6月18日に、バイナで、エルマンダードとイスマー・イールの間で8年間の、 停戦が合意され、カスティーリアによるナスルへの支援は、実質的に終了した。エルマンダードの各都市は条約に署名するために代表を派遣し、新しい摂政がこの条約を受け入れた場合にのみ、摂政を承認することを互いに制約した。ナスル朝に対する十字軍の強行による承認と、資金をも受け取っていた、アラゴンのジャウマ2世は、当初は、神へのひどい仕打ちであり、 君主によって承認されていないと公言して、条約を結んだエルマンダードを非難したが、結局は、ジャウマ2世も1321年5月に、イスマー・イールと5年間の停戦条約を結んだ。また、イスマー・イールは、ナスル朝とアラゴンを隔てていた、カスティーリアの領土の一部であるムルシアの指導者として、行動していたドン・フアン・マヌエルとも和平交渉を行った。この時の和平の条件には、 ナスル朝がアラゴンに対する戦争時に、ムルシアの領土を利用できるという条項が含まれ、その場合には、ムルシアは、アラゴンに、ナスル朝の軍隊の移動を警告してはならないとされた。しかし、ナスル朝とアラゴンの間の平和は維持され、両国の停戦条約は1326年に、更新された。そして1322年に、ナスルが、 グアデクスで後継者を残すことなく死去し、イスマー・イールは自身の統治下で正式にナスル朝の領土を再統一した。ナスルの死は今やイスマー・イールの支配について争われる余地がなくなり、イスマー・イールから始まる新しいスルタンの応答への道が開かれたことを意味した。バエナで締結された条約の存在にもかかわらず、ナスル朝とカスティリアの間で結ばれていた他の いくつかの条約の期限が切れたことで紛争が再開された。アルフォンソホフ,フレテノーリオが率いるカスティーリア艦隊が海戦でナスル朝を破り、キリスト教徒の記録によれば1200人のイスラーム教徒が捕らえられてセビーリアへ移送された。その一方でイスマーイールはナスルによる脅威が去り、カスティーリアの宮廷が指導力を欠いていたことで積極的な行動に出るようになり、 国境地帯の支配力の強化と要塞の奪還のためにカスティーリアとの国境を越えて軍事行動を展開した。1324年7月にイスマーイールはグアディクスに近いバサを奪還した。そして1324年、または1325年のいずれかにオルセ、ウエスカル、ガレラを占領し、これらの工場船の中の一つで大砲が使用された。 イスマー・イールは征服した土地の防御体制の再構築を命じ、自らウエスカルの堀の構築に取り組んだ。また、イスマー・イールのいくつかの軍事的功績を称える詩が、アルハンブラのヘネラリフェに存在する、ダール・アルマムラかアルサイ,イーダに刻まれた。そして1325年6月22日から7月6日にかけて行われたマルトスの包囲戦がイスマー・イールにとって、 最後の軍事行動となった。しかし、イスマー・イールは都市への攻撃中に部隊の統制を失い、部隊は都市を略奪して住民を虐殺した。結果的に生じたこの残虐行為はイスラーム教徒の年代記作者によって強く非難された。複数の歴史家が1324年もしくは1325年に行われた。 イスマー・イールの包囲戦の一つで大砲が使用されたことを伝えている。これはおそらく、イベリア半島における最初の大砲の使用例であると考えられているが、使用に関する詳細と解釈については異なる説明が存在する。オキャラハンはガレラで、フランシスコ・ビダルはウエスカルで大砲が使用されたと明記している。一方、歴史家のラシェル・アリエは曖昧な表現や、 解釈なしに、ギリシアの日がウエスカルに対して用いられたと記している。ハーベイは、ギリシアの日と大砲の両方の可能性を検討し、イブンアルハティーブがこの出来事の記録に使用した、アラビア語アナフトであり、ギリシアの日と翻訳することができるものの、アルアンダルスアラビア語では、同様に大砲や火薬を指す場合もあると指摘している。そして、ハーベイは、後者の解釈を主張している。 この解釈は装置が鉄球を発射し、その際に強音を発したとイブンアルハティーブが述べており、これらの詳細も別の目撃者によって裏付けを与えられていることを根拠にしている。この武器は包囲戦において守備側を幸福へ誘導したと見られているものの、短期的にはそれ以上の影響を及ぼすことはなかったと考えられている。その後、イスマー・イールの息子である ユースフ一世の治世中に起こった戦略的により重要なアルヘシラスの包囲戦でナスル朝が再びこの武器を使用したことが記録されている。西ヨーロッパの他の場所ではよく知られている1346年のクレシーの戦いで大砲が使用されたイスマー・イールによって建造されたプエルタでラスアルマス。イスマー・イールは他のナスル朝のスルターンと比較して より厳格で正当的なイスラーム法の適用を推し進めた。電気作家はイスマー・イールによる強制的なアルコールの禁止について強調しており、イスマー・イールはこれに違反した者のへの刑罰を増やした。また、男性が参加している集会での女奴隷の歌手の演奏を禁止した。そして、ユダヤ人に対しては、それとわかる印を身につけるように命じたが、これは、 イスラームの君主からは滅多に強制されることのなかった監修である。さらにイスマー・イールはユダヤ人にジズヤを貸し、それによってかなりの歳入を得た。イスマー・イールの大臣の中でアブー・ファトフアイコール・フィフリート・アブル・ハ・サンブン・マスード・アルム・ハ・リビーが共同でワズ・イールの職務に当たった。また、イスマー・イールは著名な詩人であったイブン・アル・ジャイを王室の書記官に任命し、 同様に、ムハンマドブンアルイコールマフルークを、ワキールの肩書きを持つ、財政担当官に任命した。ムハンマドブンアルイコールマフルークは、イスマー・イール暗殺時の襲撃中に受けた傷がもとで、死亡したイブンマスウードの後を受けたムハンマド4世の治世下で、ワズイールとなった。さらに、イスマー・イールは、カスティーリア系カタルーニャ人で、イスラームへ回収したアブーヌアイムリドアーンを、 王子のムハンマドの家庭教師に任命した。アブーヌアイムは、若いムハンマドがスルターンの地位に就いた際にも、ムハンマドに対する影響力を維持し、ハージブに任じられた。そして続く、ユースフ一世の知性とムハンマド五世の知性の初期まで、その地位にあった。政治的な案件では、イスマー・イールは、父親と不安になったにもかかわらず、母親のファーティマからの協力も得た。 歴史家のマリア・ヘッス,スル・ビエラ・マタによれば、この点ではファーティマは、夫と同様に、優れた資質を備えていた。司法では、ムハンマド三世とナスルに仕えていたアブー・ジャー・ファル、アフマド・ブン・ファルクーンに変えて、ヤフヤー、ブン・マス・ウード・ブン・アリーを、カーディアル・ジャマーに任命した。イスマー・イールは少なくとも3人のウンム・ワラドとの、間に4人の息子と2人の娘を設けた。 イスマー・イールは、アルワという名前のキリスト教徒を寵愛し、アルワは、息子のムハンマドとファラジュ、そして娘のファーティマとマルヤムを生んだ。もう一人のウンム・ワラドであるバハールは、ユースフを生み、さらに別のウンム・ワラドが、同盟のシ手であるイスマー・イールを生んだ。イスマー・イールが死去する頃、アルワが詳細の不明な反抗的行動を取ったことで、イスマー・イールは、アルワと別れた。 アルワはムハンマド4世が死去した1333年にはまだ存命であった。イスマー・イールは1325年7月8日にサーヒブ・アルジャズイーラとして知られるスルタンのいとこの息子であるムハンマドブン・イスマー・イールによって暗殺された。イスマー・イールの殺害当時11歳でグラナダに住んでいたイブン・アルハティーブは スルターンが以前に詳細不明の過失行為を犯したムハンマドを厳しく非難し、その失籍がムハンマドをひどく傷つけたために、イスマー・イールの殺害を決意したと記している。キリスト教徒による資料では別の暗殺の動機を記録している。アルフォンソ11世年代記によれば、ムハンマドがマルトスであるキリスト教徒の女性を捕らえ、イスマー・イールはその女性をもらい受けたいと望んだ。 しかし、スルターンはムハンマドが比例とみなした態度で、その要求を口にし、ムハンマドは要求を拒否した。その後、ムハンマドは、ウスマーン分は BR イコールラーと、この件について意見を交わし、ウスマーンはイスマーイールを殺害する陰謀に加担することに同意した。ハーベイは、秘密裏に何が起こったのかについてのこのような生々しい詳細を含む部外者による説明は、 とりわけ他の資料と説明が食い違っているために、信頼に値しない可能性があると注意を促している。暗殺は、アルハンブラ宮殿において、白昼堂々と一般市民とナスル町の交換がいる前で起こった。ムハンマドは、監修の中央で、イスマー・イールを包容した際に、袖の中に隠し持っていた探検を3回、イスマー・イールへ突き刺した。そのうちの一つは、 鎖骨のすぐ上の首に刺さった。イスマー・イールは崩れ落ちるように倒れ、ワズ・イールのイブン・マス・ウードに対して助けに来るように促した。ムハンマドとその協力者たちはイブン・マス・ウードと格闘となった。剣による戦いが続き、その後に共謀者たちは逃走を図った。しかし間もなく共謀者たちは発見され、イブン・ハルドゥーによれば、その場ですぐに ウスマーン・ブンアビー・アルイコールウラーによって殺害された。遺体はアルハンブラ宮殿の壁に吊るされ、共謀者たちの家はボートによって略奪された。その間、イスマー・イールはターバンで傷を塞いで生き続け、母親のファーティマの邸宅に運ばれたものの、そこで傷が元となって死亡した。イブンマスウードとファーティマは、 イスマー・イールの10歳の息子であるムハンマドの継承を確保するために、帝臣たちを呼び集めた。そしてイブン・マス・ウードはおよそ1ヶ月後に負傷が原因となって死去した。ウスマーンは暗殺には関与しておらず、その後も宮廷において影響力のある人物であり続けた。イスマー・イールは、祖父のムハンマド2世も葬られていた、アルハンブラ宮殿の王立墓地に埋葬された。 二世紀近く後に、グラナダが降伏した際に、最後のスルターンのムハンマド11世がこの墓地から、遺体を掘り起こし、アルプハラスの領地の一部であるモンドゥハルに改装した。ナスル朝のスルターンの系図、イスマーイール1世から始まる王道は、アイコールダウイスマーイリーヤンナスリーヤとして、知られている。文化的で洗練された人物であったイスマーイールは、存命中に、 アルハンブラの複合施設とヘネラリフェの宮殿に多くの建造物を加えた。1319年のカスティーリアに対する勝利後にはアルカサルヘニルの宮殿を増築し、アルハンブラ宮殿の一部を構成するアルカサバにプエルタでラスアルマスを建造した。また、一部の建築物は後のコマレスグへ発展した。イスマー・イールが使用した大砲は、 イベリア半島での戦争における重要な技術的進展を示しており、ナスル朝がイベリア半島でしばらくの間単独で享受していた利点であった。実際に1322年から1324年にかけて続いたアルヘシラスの包囲戦でナスル朝が大砲を用いたのに対し、カスティーリアはまだ自らの大砲を所有していなかった。しかし、カスティーリア人は 最終的に独自の大砲を開発し、ナスル朝よりもうまく活用した。大砲は城壁を守るよりも破壊することにより、能力を発揮した。そしてその後1492年のグラナダの征服に至るまで、カスティーリは、より頻繁に攻撃的な姿勢を示すようになり、地政学的な均衡を崩して、最終的な勝利を得ることになった。イスマー・イールの死後、 10歳の少年であった息子の、ムハンマドがムハンマド4世として、後継者となった。また、イスマー・イールのもう一人の息子である、ユースフは、後にユースフ1世としてムハンマド4世の後を継いだ。イスマー・イールから始まるスルターンの王党は、現代では、イエコールダウアル・イスマー・イー・リーやアンナスリーヤと呼ばれ、初代のムハンマド1世のラカブである。 アルガーリブビーイコールラーフにちなんで名付けられた最初の4人のスルターンが属するアイコールダウアルガーリビーやアンナスリーやと対比されている。ナスル朝には明確な君主の地位の継承に関する規則はなかったもののイスマー・イール1世は母系から地位を継承した数少ない統治者の一人であった。他にはユースフ4世がナスル朝における同様の事例となっている。 イスマー・イールへの評価に関して、オキャラハンはイスマー・イールをナスル朝で最も有能な君主の一人と呼んでいる。一方で、フランシスコ・ビダルは、イスマー・イールの知性の特徴として、非常に活動的であるとともに、好戦的であり、アルアンダルスを敵に対して、より強力な立場へと導いたと指摘している。歴史家のヒューナイジェル・ケネディは、イスマー・イールについて、 暗殺されていなければさらに多くのことを成し遂げていたかもしれないと述べ、活発で有能な統治者であったと評している。同じようにハーベーは、もし早期の主がなかったならば、ベガデグラナダの戦いでの成功に続いて、長く成功した統治を享受する運命にあったように思えると記している。ありがとうございます。